こんにちは、ANA の藤巻恭介です。はい、今回はですね、皆さんお待たせしました、公約パーカーを作りたいと思います。で、デザインを考える回です。今回はこれで決まるんですかね。デザイン考えたらもう次はもう出てる。じゃあ早速考えていきたいと思います。まあでも今回俺はこのパーカーを作るって決めた時にもう決めてたことがあって、シンプル、皆さんまあ多分知ってると思うんですけど、俺はシンプルが一番好きなので、グッズっていうよりかはなんかもう本当にまあ普段着れるような、もう本当ワンポイントで本当シンプルに行きたいなっていうのはもうずっと決めてたので、今回シンプルでいきたいと思います。で、色がさっきちょっと聞いたら2色にしてくれっていうことだったんですけど、まあ、まず、まあ、白黒は俺の中で結構硬かったんですけど、やっぱ、ね、トレードマークじゃねえや、メンバーカラーの青はなんかやっぱ入れた方がいいのかなと思って、それがちょっと悩みどころですけど、俺推しじゃないミニの人たちをもしかしたら着るかもしれないので、着てくれるかもしれないということで、今回青はやめます。デザイン決めますか。じゃあまずパーカー描きますよ。まあパーカーありますね、これ。でも俺本当にワンポイントがいいので、でもやっぱり、ミニっていう言葉入れたいなと思います。K、 京介の K を入れる、入れましょうか。まあ、これがまあなんとなくでつながってる感じ。だいたいこういうの引き体で描けばちょっとなんか かっこいいというか可愛い感じになるじゃないかなというのは考えてたので、でもやっぱなんか俺大文字よりかは小文字の方がいいかなとは思います。これむず、めちゃくちゃむずい。ちょっと待ってくださいね、これ できればここの幅を コンパクトにしたいですね。でもこれなんか誰か書いてくれたりしないですかね、なんか頼めば。いい、このぐちゃぐちゃな感じいいです。できればさっき言ったみたいに普段着れる感じにしたいので、だからちょっと崩した感じ、もう本当に小さく入ってくれたらいいかなと思います。でもう一つ、まあここ腕のまあここら辺にワンポイントなんか入れるかちょっと迷ってます。例えばなんか犬のマーク、焼肉のマークとか、まあ今のところ犬っぽいなんかまあ手形のちょっともうポンとあったら可愛いかなみたいな。でもまあこういうのが腕に入ってたら可愛いかな。ちょっとそのもうワンポイントのマークって言ったら手形くらいしか思いつかないんですけど、でただなんかやっぱそんなに見せたくないんですよね。内側にちょっと隠しポイント的な感じで入れたいなと今のところ思っております。まあ、念願のパーカーを今回作れるということで、すごい楽しみなんですけど、割とサイズはちょっとゆったりめが好きなので、であともう一個悩んだのがチャックかチャックない普通のか、まあ、今回はちょっとチャックありで考えてます。大きめでシンプルで今回はそれでいきたいと思います。はい、ということで、すみません、すごい心配になると思います。皆さん今これ見てる人は心配だと思うんですが、大丈夫です。まあ、なんとなくいい感じになるんじゃないかなってのはありますよね。なんとなくだってこれもちょっともう少し書き方とかちゃんと書ける人をちょっと見つけて、まあ、ちょっと崩して、まあ、自分が書くんだとしたらまあそれちょっと教えてもらって、大丈夫です、皆さん安心してください。そしてシンプルになりますからね。はい、
まあパーカー今回皆さん楽しみにしててください。普段も着れるようなパーカーを絶対作りたいと思います。はい、やっと今回公約を達成できるということで皆さんお待たせしました。楽しみにしていてください。ありがとうございました。藤巻恭介でした。はい、公約のパーカーがまだ完成ではないサンプルが届きました。ありがとうございます。あの前回の、あれ動画、自分があのデザインというかパーカー決めるときに書いたのがですね、まずここの文字ですね、ここに K とミニっていう文字が、まあ、ちょっと崩して刻まれております。これちょっとすごいですね。あんまりはっきりこう主張しすぎてないところがもうすごく自分の希望通りにしていただきましてありがとうございます。そしてあのこの ジッパーですか、そのチャックにするかチャックなしにするか迷ってたんですけど、まあやっぱりこっちに、これの方がちょっと季節的にも長く使えるかなと思うのでこっちに確定しました。で大きさですね、これ M と L あるんですけど、多分割と大きめにちょっとお願いして多分オーバーサイズっぽく着れるようになってるはずなんですが、あともう一つ最後のねポイント、どこだっけ、ありました、ここに隠れてます。まあ俺のまあちょっとトレードマークというか、まあ犬の手形が隠れてる、まあ、パッと見どこに何があるか分かんないと思うんですけど、これがねちょっとまた俺らしさが入ってるのでいいのかなと思います。全体的にめちゃくちゃシンプルで本当にシンプルにしたかったので、外でもねどこにでも着ていけるようなデザインにしてほしかったので本当にありがとうございます。早速ちょっといいですか、メンバーの皆さん、はーい、これちょっと着てよ、いいね、作られてるからすごいから、その当時はすごいの、よみだす、INI の皆さんです、ありがとうございます。ですいません、ちょっと今回、はい、自分パーカーを作らせていただくんですけど、でこれ M と L なんだけど多分通常の L と XL くらいのサイズ、確かに、でも作る、ちょっとヒロド君これ L でかいやつ着てみてもらっていいですか。じゃあこれちょっとこれ大きめ、じゃあマッキーを感じるわ本当ですか、やっぱこれやっぱね見た目は軽いんだけど気持ちが乗ってますね。あ、嬉しいです、気持ちが乗ってますわ、嬉しいです、ありがとうございます。これ可愛いね、いや俺ここ、そう同色にしたの、これめっちゃいいね、でこれね大きさこれちょっと大きいと思ったんで黒のちょっと小さめこっちにしました。いやこっちこれ決定、これけ、え大きい方がいいですか、全然俺こっちマジっすか嘘でしょはい、可愛い、まあ一応こっちで進めてはいるんだけど、皆さんはこっち派だったそうですこれあちょっと分かりやすいようにヒロムこれとこれ一回ちょっと、うん、あの一回って着てみて、まずじゃあこの小さめの方からいい、うん、ぜひ雄大も青、あ、いいんですか、着てみてください。まあ、サイズがどのくらい違うかちょっとヒロムで、こんな感じですね。え、なサイズ何から何まであるの、この2つです。おお、 ML、 そうそう ML なんでちょっと大きめにはそうだね作られている感じですね。でもいい感じじゃない、フードもねちょっと大きく、割とね肩のところもね、どう、な馴染んでる、お、いい、フード大きめです ね大きめ、そう、フードがねちょっと大きめがねいいですね、いいよ、落ち着く、ここまであるから、そうね、ちゃんと被れる、この色もねちょっと攻めた色なんだけど、あ、いや悪い、怪しいんで、あ、バレたくない時もいけるな、これこの色ですぐバレる、あんま言うなそう、いい、ね、じゃあちょっとヒロもこっちに着替えてみてもらってもいい、はい、で、L がまあ、結構長めだね、ちょっと大きめサイズ、ゆったりめに着れるようになってます、ちゃんと
ポージングもしてくれて、ありがとうございます。藤巻さん、わかりやすい。藤巻さんプロデュースも一回締めてみてください。なるほど、なるほどね。おいいですね。はい、じゃあ一周して、一周してください。あー、いいですね。わかりやすい、わかりやすい。もうサイズ決まったわね、この文字も主張が激しくなくて、いいでしょ。見た、よく見たらわかる、ま、でしょ。そのあの、ま、もういいね。街で着てても別にスルー、スルーできるというか、こうならない。俺はもう普段着てほしいんです。なるほどね。全然着れます。たくさん着てほしいから。たくさん着てほしいの、本当に。ちょっとコンビニ行くときとか。でも逆に自分が街でさ、この形のパーカーの人とすれ違ったら絶対見るでしょ。めっちゃ見る。俺のポッドから絶対見ちゃうでしょ。こうやって見る。ちょっと一回ここ見して。ここで確定するもん。アウト。めっちゃ見るやん。そう、だからね、あのたくさん着てほしいなって。うんうん、サイズ感はこんな感じになってるので、あの、ね、これを参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、ぜひ。以上、サンプル動画ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。いいんですか、これもいただいて、いただいて。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、待て待て、はい、ありがとうございます。はい、以上、藤巻京介の、サンプル動画、リアクション動画でした。ありがとうございました。楽しみにしててください、皆さん。